はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の9月11日水曜日ですね。今日はこちら東京ディズニーシーにやってきました。今日はね、今から東京ディズニーシーをね一日遊びたいなと思うんですけれども、最近のパークはですね、修学旅行シーズンに突入して少しずつ混んできましたね。まあ、まだね本格的に突入したわけじゃないんで、そこまでは混んではいないんですけれども、今後はですねどんどん混んできますのでご注意ください。で、今日はですね、なんと9月の中でも一番暑い34度の日でね、めちゃくちゃ暑いんですけれども、まあ子供もいますしね、今日はうまく室内とかアトラクションとかを巡りながらですね、涼みながら一日遊んでいこうかなと思います。あとはハロウィンのですねメニューも登場しておりますので、何かね食べれるものとかありましたらね、食べてご紹介もできたらいいななんて思っております。はい、ということで早速ですねディズニーシーの方に行きましょう。はい、で今9時45分です。今持ち物検査クリアしたんですけれど もう修学旅行生がね結構いて、10分ぐらい待っちゃいましたね、この時間帯でも。で、特にねディズニーシーはファンタジースプリングス効果がありますのでね、ランドより混雑してますので、そこら辺もね注意した方がいいと思います。はい、ディズニーシー中入りました。めっちゃ人数増えましたね。こんなに混雑してるのは久々です。みんなねやっぱこの辺でねスタンバイパスとか DPA をね連打してる感じですね。かなりこの辺はぎゅうぎゅうです。で、とりあえずですね、まあ、今9時50分ぐらいなんですけれども、フェアリーティンカーベルのビジーバギー、まあ、6時の回なんですけれども、スタンバイパス取ることができました。まあ、このぐらい認可してもね全然残ってますんで、最近はそんな連打しなくてもファンタジースプリングスの中には入れます。そして学生がすごいですね。ここはスプレンディードなんですけれども、カチューシャ買ってる方がめっちゃいます。やはり制服が多いですね。いや、混みましたね。やっぱ修学旅行生も多いですし、外国人の方も結構見られますね。今ソアリンが105分待ちになってました。で、センターブジアスが2番人気で90分待ちですね。で、トイストリーマニアが75分ということで、まあ、絶叫系のセンターブジアスの方が人気ってことは、やはり学生がそれだけ増えたのかなと思います。そしたらね、まだ朝一でめっちゃアトラクション混んでるので、ホテルスエクスプロレーションに今から子供と一緒にね遊びに行きたいと思います。ゆらゆらしてるな。ソーリンはなんと120分待ちになりました。 U ターンしてますね。そしてセンターブジアスもなんと90分です。今日は、まあ、学生が増えたからって感じでしょうけれども、すごいことになってますな。なんと2万マイル最後尾向こうまで行ってますね。40分待ちです。これはすごい。やっぱ朝一はねアトラクションはあんま並ばない方がいいと思います。でもこういう暑い時期こそね、シンドバッドめちゃくちゃ乗りたいんですけれども、本当やってないのが超痛いですよね。この暑さだったらもうね5回ぐらいループしたいところですよ。で、今ねフライングカーペット5分待ちだったんで行こうかなと思ったんですけど、着いたらね15分だったので、やっぱマジックランプシアターに行きたいと思います。若干 U ターン。一応こっちにジーニーとアブー出てますね。でも出れるぐらいの暑さではあるのか。めっちゃ暑いけど、はい、ではマジックランプシアター行ってきます。ちょうどオープンしました。ラッキー。ちょっと行ってきます。すぐ入れてよかった。そして涼しい。はい、マジックランプシアターでした。もうね5分も並ばず中入れてよかったです。で、そしたらねキャラバンカルーセルが5分待ちなので、お次にキャラバンに乗りたいと思います。キャラバンカルーセルガラガラですね。もうほとんど乗ってないです。で、キャラバンカルーセル行ってきます。ガラガラです。マジックランプシアターからのキャラバンカルーセルでした。そしたら暑いのでね、お次にマーメイドラグーンに行きたいと思います。で、今10時50分なんですけれども、11時50分ちょうど1時間後からですね、ミゲル・ゼルダロド・キャンティーナのモバイルオーダー取ってますので、1時間ちょっとのんびりしたらね向かっていこうかなって感じですね。マーメイドラグーンのトリトン・キングダムやってきました。いや、めっちゃ涼しくていいですね。ランドにもこういうね室内のところ欲しいですよね。まあ、困ったらここに来るって感じ。やっぱ暑いので
トリトンキングダムの中すごい混んでます。夏とね冬は大人気ですよね。ね、最高だね。いいね。コントランドにもこういうところが欲しい。おすごい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 。めっちゃ楽しんでます。でも子供は外よりこういうところの方が絶対面白いでしょうね。上手上手。ではマーメイドラグーンでね今50分ぐらい遊んで11時40分です。50分からミゲルズエルドラドキャンティーナのモバイルオーダーですので今からね向かっていきたいと思います。いや本当ね涼しくて最高ですね。子供も楽しめるし。半周してきましたけれどもやっぱ明らか人数は増えましたね。この辺も結構ね横から横までぎゅうぎゅうって感じになってます。外国人の方多いですね。あとやはり学生。ダッフィー30分ですね。でシェリーメイも25分ですし、でミッキーもね今20分待ちぐらいなんですよね。やはりオタがいないみたいです。まあ、やっぱりイベント効果でしょうけどね。値段もねまだ結構高いですし、なのに夏のイベントやってないですからねやっぱオタはいなくなっちゃいますよね。ミゲルは入店制限してます。やっぱ混んでますね。暑いからねみんなレストランに逃げちゃうんですよ。なんでもしレストラン来るときはもうモバイルオーダー取ることですね。もうパーク内に入ったらすぐ取る。これはもうずっと昔からそうです。お昼時ってのありますけどもここのね看板をもう曲がっちゃってますね。めっちゃ混んでます。でもねモバイルオーダー今の時間でも余裕で取れますからね。もう絶対モバイルオーダーの方がいいですよこれ並ぶんだったら。満席ですね。関取合戦って感じです。やっぱ夏場はすごいね。は、はい、モバイルオーダーなのであっという間にゲットできました。今日はこちらスペシャルマンとスペシャルドリンク頼んでみました。早速食べてみたいと思います。で食レポに関しましてはですねまた別動画で一つ一つまとめてね動画投稿しようかなと思いますのでそちらの方をご覧ください。すごいペセパンとマックスチーでいきました。めっちゃ豪華。こっから出てくるんだね。いいねちょっとだけでもキャラクター見れるのがいいよね。ミゲルズエルダルドキャンティーナでお昼ご飯食べました。ハロウィンメニューです。そしたらお次はですねカサバフードコートに行ってまたねハロウィンのスイーツを頼みたいと思います。今1時ですがここの角曲がっちゃってます。でカサバもねなんと今45分待ちとのことですね。でもモバイルオーダー普通に5分前に取れましたので全然余裕で取れちゃうんですけれどももったいないですね。ぜひモバイルオーダー取りましょう。まだそんなに認知されてないんでしょうかね。ちなみに今インディーが60分でレイジングが40分待ちだそうです。まあそんなに混んではいないですかね。まあ暑いのでみんなレストランとかね日陰に行っちゃってるっていう可能性はありますね。こういう暑い時期は基本的に夕方以降が特に混みやすいです。やっぱ修学旅行生多いですね。制服着た子たちがたくさんいます。ですごいね今ターキーレッグが混んでたんですけれどもこういう軽食系がねこういう学生が多い時期混みやすいですね。っていうのは、まあ、普通のレストランが高いからですね。なので軽食のちょっと安めのものを食べながら歩いてでアトラクションに向かっていくみたいな感じですね。まあ、この時期独特の行列がありました。新エリアはねそんなに混んでないですね。今一番混んでて45分待ちでした。成行きがでもラプンツェルとかもね10分待ちでしたし新エリアはうまく人数調整してそんなに混んでないなって最近思います。でも結構支出帳も少なくなってきましたね徐々に。
か美女と野獣とかもね、最初の1ヶ月ぐらいすんごいもうほぼほぼ毎日獅子長やってましたけども、途中からなくなりましたからね、いろいろと治ってくるんでしょうね。はい、カサバフードコートやってきました。今ね45分待ちですね。今横に結構長蛇の列あるんですけど、素通りしてます。モバイルオーダー様様ですね。でそしたらですね、一応 BBB が当たってるんですけど、15時の回もうちょっと時間ありますので、ちょっとここら辺でね休憩しつつって感じですね。すごい行列ですね。モバイルオーダー取ればいいのに。45分待ちっていうのもあるんですけど、なんかすごいぎゅうぎゅうです。座るところやはりないですね。どこの部屋もいっぱいです。もうみんなぐるぐる回って、こちらも場所取り合戦って感じ。はい、カサバフードコートです。45分待ちですけど、モバイルオーダーなんでね、5分ぐらいでゲットできました。こちらスペシャルドリンクとスイーツ食べてみたいと思います。また食レポは別動画で。はい、カサバフードコートでちょっと軽く休憩しまして、今3時ちょうどです。3時55分からビッグバンドビート始まるので、ちょっとまた今からですね、マーメイドラグーンの方に行って若干挟んでからブロードウェイミュージックシアターに向かっていきたいと思います。3時ぐらいになるとだいぶ気温が下がってきて、どんどんねこういう道端が混んできましたね。もう今までレストランとかで休憩してた人たちがね出てきたんだと思います。この辺は結構ぎゅうぎゅうです、横から横まで。早速涼しいのでめっちゃ混んでますね。夏と冬はここ大混雑しますから。では子供とねちょっと遊んで、3時20分になったんでそろそろ BBB に向かっていきたいと思います。3時半です。セントアブジアース結構向こうまで列行ってますね。130だとやば。やっぱ学生が増えたんでしょうね。今日はソアリンよりねセントアブジアースが人気です。一番人気ですよ今日は。うわー、この時間帯になっても130行くとは。まあショーがないからっていうのもあるんでしょうけどね、分散されないんでしょうね、ショーとかに。130はびっくりだ。わわわわ、これはびっくり。今日は F6-34ですね。ちょっと後ろの方ですけど見やすいですね。そしたらですね、ちょっと今からビッグバンドビート見るんですけれども、結構ね動画の時間長くなっちゃうので一回ここでね切りたいと思います。後半はですねこのビッグバンドビート見終わった後からね始めますので、で今日はね夜までいますからね、ぜひ後半の映像の方もお楽しみに。それではですね今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。はい、それではジョボジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方は、メンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。